はい、本日はですねグラミチのショーツについてお話していきたいなというふうに思います。でグラミチっていうとですねこのマークをよく見かけると思うんですけど、このよくわからへんマーク何なんかなというふうに、僕もずっと思ってたんですが、最近では結構ショーツだけじゃなくて長いロングのパンツとかも結構出てたりとかしてて、で僕はロングのパンツは持ってないんですけど、やっぱりグラミチといえばショーツっていう感じのイメージかなと思いますので、僕はこのグラミチのショーツのパンツをもう5年ぐらい履いてるので、それで良かったところとか悪かったところっていうのをお話して、これから買う方の参考になればなというふうに思います。でですね、先ほども言ってたみたいにこのロゴがあると思うんですけど、このロゴがここにもあるんですが、これはもともと何かっていうと、このクライミング用のパンツとして作られたっていうところになっているので、結構一見大人の日常着っていう感じなんですが、実はですね機能的なアイテムになってるっていうところで、その特徴も踏まえつつ、僕が入ってて良かったなと思うところも踏まえつつ、微妙なところも踏まえていきたいなと思います。僕はこの2色を持ってるんですが、いいところっていうのが4つあるので1つずつお話していきます。まず1つ目っていうのが、足が無限に広がるってことになってて、先ほども言ったみたいにクライミング用のパンツっていうことになってるので、クライミングって足とかを結構上の方まで上げたりできるように1つ工夫があるということになってて、普通のパンツと違ってですね、この股のところにガゼットクロッチって言って、当て布というか別の布をまた入れられてるんですが、これがあることで足が180度開くような設計になってます。で普通のパンツっていうのはここの部分がないので、どうしても足を広げると突っ張ってきたりするんですが、これに関してはここの生地、このガゼットクロッチっていう生地を入れることによって、開脚がスムーズにこうやって180度開くようになってるんですが、僕は足硬いのでこんな開いたことはないんですけども、例えば運動とかされる際とかでも履いても全然股がよく開くっていうことになってるので、こんな感じですね。こんな感じでほんまに180度まで開くっていうことにはなってます。ただそこまで足が股関節が柔らかいかどうかは人によると思うんですが、これぐらい股は開くような設計になっているので、動きやすさは抜群かなと思います。でそれにプラスして、実はですね、僕これはですねショートのニューナローっていうタイプを履いてるんですが、これに関してはポリウレタンっていう素材が入っているので、ちょっとストレッチ性が効いてるっていうことになって、結構形は細いんですが、後で着用動画見てもらうんですけども、細い割にはストレッチ性が効いてて、なおかつガゼットクロッチがあるので足も開けやすいような設計になってるというところはいいところかなと思います。で2つ目がですね、タイプが、定番タイプが2つあるってことになってるんですが、定番タイプっていうのがですね、僕がこの履いてるニューナローショーツっていうタイプのちょっとマチっぽいタイプのやつと、もう1個が定番の G ショーツってやつがあるんですけど、それと比較するとですね、定番のタイプのモデルっていうのはですね、もう少しちょっと太い感じになってて、より、幅がですねちょっと太い感じになってて、よりどっちかって言ったらクライミングに特化したような感じで、もうこの前のところとかもうジップじゃないんですが、ニューナローショーツに関してはよりマチギっぽく作られているので、ここがジップになっているので、すぐトイレとかでも脱ぎ履きがしやすいっていう感じになってたりとか、あと形もちょっと細めに作ってあるということになってます。で2018年からはですね、ちょっとモデルが変わってるみたいで、新しいモデルももう一個出てるみたいなんですけど、そこに関してはちょっと僕わからないんですが、グラミチのショーツといえば、ニューナローショーツでしょうという僕のイメージはあるんですが、定番的には、その辺が定番かなと思います。今はもう本当に中ズボンも出てますし、いろんなやつが出てるので、何が何かよくわからないですが、定番としては一応こういうのが、このタイプが定番で出てて、もう一つ、クライミング用で太いタイプもあるという感じになってます。で、僕はこのニューナローショーツを選んでるので、タイプ的にはちょっと形が細いっていうことで、僕みたいな、体型の方とかやったら結構合わせやすいような、細身のパンツになってるんかなと思います。人によったら結構ガバッと、ワイドに履きたい方とか、ショートパンツ見てはると思うので、そういう方はちょっとニューナローは微妙やと思うんですけど、細く履きたい方とかは結構おすすめかなと思います。で、3つ目がですね、日常着として抜群にいいっていうことで、僕はハーフパンツでバギーズショーツがめちゃくちゃ好きで履くんですけど、バギーズショーツってちょっと海感とか山感が強い、スポーツアウトドア感がちょっと強いイメージがあると思うので、例えば綺麗めのシャツとか、後でそれも着用動画出すんですが、そういう風に綺麗めに合わせたり、例えばデートの時に着るとかってなったりすると、こっちの方が合わせやすいっていう感じにはなってるので、カジュアルで合わせるんやったらバギーズショーツ僕一択なんですけど、ちょっと綺麗めな格好をしやなあかんとか、ちょっと小切れに見せやなあかん時とかは結構これを履いたりするっていう感じで、去年の夏ぐらいも YouTube スペースに行ったんですけど、あれは何ビルかちょっと忘れたんですが、何ビルか忘れたんですけど、29階まで上がって、きっちりしてるサラリーマンの人おるって考えたら、これ履いて白 T にしようかなみたいな感じで、バギーズショーツはちょっとカジュアルすぎるかなと思ってこれを履いたんですが、そういう時に使えるので、結構大人の日常のスタイルで取り入れたい方とかはこっちの方がむしろ向いてるんかなとは思います。
で4つ目がですね、コットンならではの変化。まあこれは何かって経年変化になってるんですけど、まあ、これはあの普通のネイビーの色味のやつこっちに今出してるんですけど、それがもうここまで色味結構変わってて、まあほんまに5年ぐらい履いてるので、あのまあそんな感じで変化はしてるんですが、まあ、もっと細かく見るとこういう感じで結構色も薄くなってますし、それこそこの辺とかもあの味が出てる感じだと思うんですが、まあ、こういうのが結構変化していくっていうことで、自分なりのちょっとレトロ感が出てくるのがまあいいかなというふうには思います。で、あともう一個追加で言うの忘れてたんですけど、あのまあここのベルトのところっていうのが結構ややこしい作りかなと思いきや、意外と片手で全部こっちでキュッて引っ張ったらウエスト締まるし、逆にこっちの方を引っ掛けてピュッて引っ張ったらウエスト緩まるんで、あのこれも結構脱ぎはぎはしやすいので、でさらにここにはあの紐もあるんですけどゴムもあるので結構履きやすいですし、ウエストも調節できるので、サイズ選びとかは本当に丈感とかシルエットだけで選んでもいいかなと思います。で逆にですね、あのまあ悪い部分っていうか、僕がこれ履いてみて微妙やなと思った部分っていうのがですね、あのまず一つ目が暑いっていうことになってて、まあ、僕は普段あのバギーズショーツしかショーパンはほぼ履かへんっていうぐらい履いてるんですが、まあ、それこそさっき言ったみたいにちょっと綺麗めな格好をする時とかに履いたりするんですけど、まあ、これとかやったらあのヒッチハイクの時に履いたりしてるんですが、まあ、それが綺麗めなのかどうか分かりませんが、そういう時に履いてるんですが、あのやっぱりバギーズショーツとかの生地感に比べるとちょっとやっぱ分厚いので、真夏とかはちょっと暑く感じるかなっていうのが僕個人的にはあのあんまり履かへん理由になってます。どうしても真夏のクソ暑い時とかってやっぱ楽な方に手が行きがちだと思うんですけど、まあ、そうなってくると必然的にやっぱ暑いっていう印象があるので、グラミチを避けてバギーズショーツに行っちゃうみたいな感じはあります。で2つ目がですね、これはコットンならではなんですが、先ほどいいところの4つ目で、まあ、経年変化があるっていう話なんですが、あの、まあ、人によったらこれがちょっと古臭く感じる人もいてると思うので、まあ、こういうなんかあの色が変わったりするのが嫌やっていう方は、まあ、どうなんかなというふうに思うので、黄色とかはそんなに目立たないんですが、やっぱりネイビーとか暗い色だからブラックとかもそうやと思うんですが、まあ、そういうのは結構このコットンならではの、まあ、デニムみたいな感じの色の変化があるので、まあ、カラーの明るめのやつはあんま分からないんですが、暗いやつは結構分かるんちゃうかなと思うので、まあ、この辺も人によったらちょっと古臭く見えるかなと思います。はい、ではですね、着用動画見てもらいたいなと思うんですが、着用動画はちょっとシャツ着たりとか、あとまあ T シャツとか、まあ、カーディガン着たり、ちょっとできるだけより街中で着るようなスタイルであの着用してますので、その様子を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. という感じになっておりますので、まあ総合的に見るとですね、まあ僕はバギーズショーツかこのグラミチかっていうのを履き分けてる感じなんですが、まあ、イメージとしては先ほども言ったみたいにバギーズショーツはアウトドア感が結構強い感じで、このグラミチのは日常使いっていう感じになってるので、例えばデート行くとかってなったらグラミチの方がまあデートっぽい感じになると思いますし、まあそれこそ人によったら革靴とかも合わせたりする方もいらっしゃるので、バギーズショーツでそれはできないので、まあ、そう考えるとデートとかちょっと小綺麗にしやなかんとこはグラミチとかの方がいいとは思うんですが、まあ、それもサイズによってちょっと違うので、僕はあえてこう両方とも結構タイトめにバギーズもグラミチも履いてるんですけど、まあ、ゆったり履いたりとか大きめに履いたりするとまたちょっとは変わってくると思うんですが、まあ、イメージとしてはちょっと街着っぽいのがあの、まあ、グラミチかなというふうには思います。まあ、カラーとかも豊富ですし、あと別注もめちゃくちゃ多いので見たことある方とかは結構多いとは思うんですけど、まあ、一応こんな感じが、まあ、グラミチを使ってみた感想かなというふうには思います。はい、なので、まあ、結構あの男を心をくすぐるようなアイテムかなという感じで思うので、使い込んで使い込んで古くしていって味を出していくということになっているので、まあ、僕のイメージとしては大人な方が、まあ、日常で履く用のショートパンツといえばグラミチかなという感じで思いまして、まあ、よりアクティブな人が着るのはバギーズかなという感じでは思います。はい、ということでですね、まあ、本日はグラミチの
ニューナローショーツについてお話してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。